こんにちは、石山浩司です。アンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日は2024年6月13日から15日 G7 サミット、ロシア凍結資産の活用策を本格検討始まる。1つ目 G7 サミットの焦点とロシア資産、2つ目凍結資産の運用収益の活用案、3つ目資金支援の見通しと課題、4つ目中国の過剰生産問題と G7 の対応ということで4つのテーマでお話をしていきます。2024年の6月13日から15日 G7 サミットが開催されると。でロシアの凍結資産ですね、これをどうするかっていうのの検討が始まると。もう G7 で決めるなよって感じですけど、まあ、そのようなことが起きるというのが今の状況です。で1つ目 G7 サミットの焦点とロシア資産ということで、 G7 サミットの主要な焦点は凍結されたロシア資産括弧総額3000億ドル47兆円をウクライナ支援にどう活用するかという点、歴史上侵略国の資産を賠償に充てた前例はあるものの、戦闘が続く中での試みは極めて異例、まあ、戦争が終わってないのにそれらをどう使うのかという意味です。国際法やロシアの拒否権などを超えるべきハードルが多く、各国の詰めの作業が続くと。5月下旬の財務省中央銀行総裁会議では、米国は利子を担保にした債券発行融資案、 EU は運用収益の活用案を提示していると。もう勝手すぎですよ。ロシアの資産を凍結しといて、これを利子を担保にした債券を発行するとか融資をやるとかですね、 EU の方では運用収益の活用案を提示するっていうことで、人の資産を凍結しといてでそれらを担保に融資するとか運用してお金を出すみたいなことが G7 でこれから会議が行われると。合意できればウクライナは7月に30億ユーロ約5000億円の支援を受けられる見込みと。このロシアの資産凍結の問題は完全に米ドルの信用を失わせた結果を呼び、ドル基軸の体制の割を予感させてしまった。まあよく私がよく言っているロシアウクライナ戦争でロシアの資産が凍結された、これさっき言った47兆円あるで、これでもう中国とかはもうアメリカにお金をドルで持っていると、この資産がいつ凍結されるかわからない、アメリカの銀行にあるとかですわからないので、どんどん米ドル国債を売り始めたのがこの戦争の先にあったので、今これがさらに一歩進んでですね、この凍結してる、まあ、凍結っていうのはもう止めてるだけなんで、返せば一応解決するんですけど、その凍結の資産を使って担保にして、まあ、債券を発行するとか、このお金を運用してしまおうという謎の状況まで今入ってしまったと。で、まあ、これ今の活用策っていうのを G7 でこれからどんどん話し合うと思うんですが、多分結論は出ないかなというふうに思ってます。2つ目、凍結資産の運用収益の活用法ということで、 G7 財務省中央銀行総裁会議で米国は資産凍結の利子を担保に債券発行や融資を行う案を提案したと、さっき言ったところです。 EU も凍結資産の運用収益を活用することで合意して、なぜか合意しており、特にユーロクリアの管理下にある資産から生じる収益を軍事支援と復興支援に充てる計画を出したと。で米財務長官のイエレン氏もこの案にはかなりの支持があると述べたということで、もう自分たちルールで人のお金を凍結して、そのお金を軍事支援とか復興支援に充てるということを欧米 NATO だけで話し合っているので、このロシアはこの話し合いにはまだ入っていないというのが今の状況です。3つ目、資金支援の見通しと課題ということで、今回のサミットで合意を得られればウクライナは7月にも支援金を受け取る見込みと。誰が合意するのかももうわからないんですけど、世界銀行によればウクライナ復興には今後10年間で4860億ドル過去76兆円が必要だが、凍結資産の運用収益はその一部に過ぎないと。専門家の間では運用収益を吸い上げることは国際法違反になる可能性があり、ロシアが訴訟を起こすリスクもあるというような状況になっています。で、まあこれかなりこの国際法のところではクリアしなきゃいけない問題がですね、非常に多くて、そうそう簡単にこのお金を動かせるような感じにはなってないのかなっていうのが私が見た感じです。4つ目、中国の過剰生産問題と G7 の対応ということで、サミットでは中国の電気自動車 EV や太陽光パネルの過剰生産問題も討議されると。米国は対中関税を引き上げ、 EU も中国製 EV に対する警戒を強めていると。
しかし G7 内で具体的な対応策については意見の違いもあると。日本は平和国家として融資が軍事支援に使われないようにする法的担保を求めている。まあ、日本は担保を求めてるんですけど、そんなの欧米などには関係ないので、まあ、きっと金だけ出して軍事支援に使われるのかなっていうふうに思っています。中国の EV や太陽光の問題は欧米 NATO 側が言いがかりをつけているという話もありですね。これ別にニュースの話じゃなくてです。他のところのニュースのネタです。片側の情報だけ、要は欧米 NATO の情報だけ見ていても判断を誤るかなと。欧米 NATO 対 BRICS の戦いはさらに勢い増しており、NATO の参戦の可能性も出てきているということで、まあこれ戦争がどんどんエスカレートしてきていて、今経済的にも中国の EV いじめとかですね、太陽光をたくさん作ってんじゃないかみたいな話が片やあり、ただ日本は東京の知事選ですが、選挙では〇〇席の人が出てきて、いや何これ中国寄りにするのかみたいな話も出てきているので、一体今世界で何が起きてるかっていうのは本当に分かりづらくなってる。もう多分ロシア・ウクライナ戦争もなかなか終結しないのは、今のままだとロシアが領土を取ったままなので、もうこう終わらせるわけにはいかない、もう負けたまんま終われないので、今さまざまなところですね、さっき言ったように凍結資産を使うとか、あと EV とか太陽光がおかしいんじゃないかみたいな、ロシアと中国がもうこれ今くっつこうとしてるから、ここをなんとか切り離してで戦いを引き延ばしているのが今の欧米 NATO の状況かなというふうに思います。まあ、全てプロパガンダだと思うので、凍結資産を使えないとしても使うことを協議しているということとか、 EV のこと、太陽光のことを前面に出してですね、さまざまなことでこの戦争がなるべく有利になるように、有利になるように進めているのが今の状況だというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とかご感想いただければありがたいです。動画の最後に QR コードが出てきます。私の LINE に登録することができます。LINE 登録すると動画がついてまして、動画見た人はですね、30分間水曜と日曜日に Zoom で個別相談ってやってますので、まあ、コインとしてお金増やしたい人、守りたい人、どれ買えばいいかとかですね、どうやって売るかとか、さまざまな質問を受けてますので、ぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。